厚間川は、北海道胆振総合振興局管内を流れ、太平洋に注ぐに級河川。厚間川水系の本流である。厚間川上厚間大橋より、下流川を望む北海道胆振総合振興局、湯仏群厚間町北部の空地総合振興局、夕張り首都の境界にある640メートル峰に、源を発し、厚間ダムを経由し、厚間本町から、 上行神を貫流し、浜厚間の苫小牧東港区近辺で太平洋に注ぐ。アイヌ語のアトマブ、あるいは地域の湿地帯に名付けられたアットマムから転化して、アトマム、アトマになって、アンマになった説がある。流域を国草地帯に囲まれ、稲作の灌溉に伴う取水、排水において重要な河川である。 同時に度重なる河川氾濫災害に起因する治水工事を余儀なくされ、蛇行区間稼働の線形回収を前提とした大規模な河川回収工事が蓄次実施されている。灌外用水ダムを筆頭に稼働ぜである、投資校7カ所と用水機3カ所のほか、逆流防止を兼ねた排水ゲートであるヒモン、トイスが73カ所に及ぶ。 さらに厚間ダムの下流に位置するホロ内地区に多目的ダムの厚ホロダムマイナスダムビンランが施行中である。灌漑用の稼働堰、第9区投資校灌漑用の稼働堰、統合投資校稼働改修に伴い新設された手動ラック方式の佐藤排水筆が括弧内は流域の自治体。ありがとうございます。